ST マイクロエレクトロニクスのビデオプレゼンテーションをご覧いただきありがとうございます。今回は STM32 キューブの使い方についてご説明いたします。はじめに STM32 キューブの基本構成をご説明します。 STM32 キューブとは ST が提供する無償ツールです。 STM32 キューブは PC 上での操作コンソールSTM32 キューブ MX とソフトウェアライブラリである STM32 キューブから構成されます。いずれも ST ウェブサイトよりダウンロードが可能です。 PC 用ツールである STM32 キューブ MX でマイコンの初期設定を行うと、その設定に合わせたマイコンの初期設定ソフトウェアが自動で生成されます。つまりペリフェラルの初期設定や割り込みの管理、DMA の設定、クロックの設定なども煩わしい作業が PC 上のツールで簡単に終えることができるので、ユーザーはアプリケーションの開発に専念することができます。マイコンに書き込まれるソフトウェアライブラリである STM32 キューブには、 STM32 シリーズ製品間のハードウェアの差分を吸収する HAL と呼ばれるハードウェア抽象化レイヤーを実装しており、製品間のソフトウェアの移植も容易です。STM32 キューブソフトウェアライブラリの構成がこちらです。 STM32 キューブにはハードウェア抽象化レイヤーの上位で使用する TCP/IP スタックや USB ライブラリ、グラフィックス処理用ライブラリなどのフリーのミドルウェアも同梱されています。続いて STM32 キューブのインストール方法をご説明します。STM32 キューブは PC 上での操作コンソール STM32 キューブ MX とソフトウェアライブラリである STM32 キューブから構成されます。これらの両方をダウンロードおよびインストールしてください。まず STM32 キューブファームウェアパッケージを ST のウェブから入手してください。スライドに表示した URL から PC 用操作コンソールであるSTM32 キューブ MX を入手します。まずはじめに PC 上の操作コンソールである STM32 キューブ MX のインストールです。ダウンロードしたファイルを解凍後、.exe ファイルが出てきます。こちらをダブルクリックして実行してください。デフォルトのままインストールするとデスクトップにアイコンが出現します。次にソフトウェアライブラリである STM32 キューブのインストールです。例えば STM32F4 シリーズ用のライブラリの場合は、 ST サイト内検索で STM32 キューブ F4 と検索するとダウンロードページにアクセスできます。こちらからフリーでダウンロード可能です。その他の STM32 シリーズ製品用のライブラリも同様にウェブから入手できます。それでは実際に STM32 キューブを使って使用方法をご紹介します。早速 STM32 キューブ MX を起動してみましょう。 STM32 キューブ MX が起動すると画面のようなウィンドウが表示されます。ニュープロジェクトをクリックして開始しましょう。はじめに STM32 キューブに登録されているSTM32 製品を選択するウィンドウが表示されます。選択の仕方は2つあります。1つは必要なペリフェラルを選んで製品を絞り込む方法と、もう1つは STM32 製品群の中から片面を選んで絞り込みを行う方法です。この2つの方法の他にも STM32 用の評価ボードを使用する場合には、ボードの片面を直接選択することもできます。この場合、各ボード用のサンプルソフトウェアの設定を全て終えた状態のプロジェクトが生成されます。製品の選択を行うと、このようなピンアサインツールのウィンドウが開きます。画面左側のペリフェラル選択ウィンドウから必要なペリフェラルを選択すると、ペリフェラルに合わせたピンアサインが決定されます。アサインされたピンはパッケージ図で自動的に緑色に変わります。なお、マルチファンクションになっているピンの場合は、競合する機能についてはワーニングを表示し、
一部機能が競合、もしくは全ての機能が競合していることを表示します。全てのピンアサインを終えたら、次はクロックの設定になります。クロックコンフィギュレーションタブをクリックし、クロック設定ウィンドウを開きます。クロックソース、PLL などクロックツリーの設定もグラフィカルに行えます。続いてコンフィギュレーションのタブから選択したペリフェラルの設定ウィンドウに入ります。ここで入力した設定は初期設定プログラム生成の際にソースコードとして反映されます。例としてアイスキャッシー1の設定を行います。アイスキャッシー1を選択するとペリフェラルの詳細設定ウィンドウが開きます。このウィンドウで通信レートなどのアイスキャッシーの設定を行います。その他のペリフェラルや割り込み、DMA、GPIO などの細かなペリフェラル設定を行います。ペリフェラルの設定完了後、ジェネレートボタンを押します。プロジェクト設定ウィンドウが表示されますので、使用する ID を選んだ後、OK ボタンを押します。以上で STM32CubeMX で行う設定は完了です。これらの操作により、選択したペリフェラルの初期設定プログラムを含むプロジェクト一式が生成されます。こちらが STM32Cube によって生成されたプロジェクト一式です。以上のように、STM32CubeMX のグラフィカルコンソールを使用して、ペリフェラルの選択、設定からプログラムの自動生成まで簡単に行うことができるので、生成したプロジェクトをもとによりスピーディーにユーザープログラムの開発をスタートすることができます。補足になりますが、 STM32CubeMX の付加機能として消費電流計算ツールも搭載しています。選択した製品、ペリフェラル、動作モードを反映させた消費電流の試算が可能です。ご視聴ありがとうございました。STM32Cube の使い方についてご理解いただけましたでしょうか。より詳しい情報は弊社公式サイトをご覧ください。